皆さんこんにちは。内藤証券7110マーケットトゥデイをお送りいたします。本日投資調査部堀之内が担当いたします。よろしくお願いいたします。本日お話しいたしますのが株価動向、そして各種指標の推移、そして今後の経済カレンダーおよび決算発表予定、そして最後に個別銘柄紹介としてブロードコムをご紹介いたします。それでは早速2ページ目に移りましょう。5月25日から6月2日までの1週間のですね、業種別騰落率でございます。でその前に全体なんですが、全体では約 3.2% 程度ですね、上昇いたしました。米国の連邦政府の債務上限の効力を停止する法案の協議及び協議の進展及び法案成立、そして ISM 製造業景況指数が前月より悪化したことで過度な金融引き締めへの警戒感が後退したことにより幅広い業種に買いが入りました。一方、予想を上回る求人件数を受け再利上げへの警戒感が強まったことや中国経済の弱さを示す指標が出たことなどが重しとなる場面も見られました。業種別では自動車部品、小売り、半導体同製造装置がトップパフォーマンスとなっております。自動車部品は主にマスク CEO の中国訪問で、中国でのビジネス強化が、期待されたテスラの上げが寄与いたしました。小売りはアマゾンの上げが牽引いたしました。半導体同製造装置はインテル、ブロードコム、クアルコムなどの上げが牽引いたしました。インテルは NVIDIA の CEO の発言やインテル CEO が第2四半期の売上高が先月発表した予想レンジの上限に達するとの見通しを示したことが好材料視されました。ブロードコムは AI 関連製品の売上の好調さが寄与いたしました。クアルコムはエッジ AI の領域で強みをアピールする PC 向け CPU を発表したことなどが材料視されました。一方、食品生活小売品の生活必需品の小売、家庭パーソナル用品、電気通信サービスがワーストとなっております。食品生活小売、必需品小売は通期既存店売上高見通しを引き下げたダラーゼネラルの下げが響きました。家庭パーソナル用品は ST ローダーの下げが重しとなりました。電気通信サービスに関しましては、アマゾンがですね、ベライゾンコミュニケーションズ、T モバイル、ディッシュネットワークと交渉を進めているとの報道から売りに押されました。個別では決算内容が交換されたギャップや AWS マーケットプレイス上での生成 AI の提供を開始した C3AI が大幅高、その他も決算が良好だったルルレモンやモンゴ DB なども急伸いたしました。一方、通期の営業利益率見通しを下方修正したアルタビューティーが急落いたしました。次のページ移ります。足元のですね、ビッグ指数ですね、だいぶ低下してきておりまして、おおむねですね、安定してきているという状況でございます。ひとまずはですね、債務上限問題はですね、クリアしたというところです。また、2025年の1月からですね、またそこの問題、ぶり返すわけなんですけども、そうですね、ひとまずはですね、2年間の、延長措置を取ったというところで、ひとまずの、警戒感は後退したというところになります。でまたですね、後ほど申し上げますけども、雇用統計の内容を、交換しまして、ビッグ数ですね、下げているという状況になっております。次のページ移ります。雇用統計でございます。左側が、非農業部門雇用者数と労働参加率の推移でございます。で右側が平均時給の前年同月比伸び率の推移でございます。左側のですね、非農業部門雇用者数ですね、前月比ですね、約34万人増加いたしまして、前月から伸びが拡大し、かつ市場予想を大幅に上回ったという形でございます。一方ですね、失業率は 3.7% と4月の 3.4% から上昇したという形でございます。で、いわゆる平均時給の方ですけども、引き続きですね、教育、医療ですとかレジャー、娯楽、などですね、労働集約的で相対的に時給の低い業種が引き続き牽引役を担っていたという関係もございまして、平均時給のですね、伸び率鈍化したという形でございまして、いわゆるですね、労働市場のですね、緩みおよび平均時給のですね、伸び率の鈍化というところが、利上げ停止に対するですね、期待感を高まらせたという形になっているかと思います。
次のページ移ります。チャレンジャー雇用削減発表の推移でございます。米国の企業が、今年これまでに発表した人員削減数というのが、22年通年のですね、規模をすでに上回っていると、5月までですね上回っているということが分かりました。ですね、新型コロナウイルスの、影響が著しかった20年の初期を除きますと、同期間としては、2009年以来の多さだったというところでございます。で、業種別ではテクノロジーですとか銀行などのホワイトカラーセクターが多かったというところでございます。次のページ移ります。ISM 製造業景況指数の推移でございます。5月はですね、引き続き低水準で推移しているというところでございます。米製造業によります企業活動が引き続き縮小しているということが示されました。内訳を見てみますと、新規受注指数が低下をしておりまして、こうした需要の低迷ですとか、原油価格のですね、反落を受けまして、価格指数もですね、再び50を下回りました。またですね、顧客在庫が引き続き高止まりをしているという状況でございます。短期的にはですね、新規受注の回復は見込みづらいという環境にあるということは示唆されております。一方ですね、受注座の消化に伴います在庫調整が進展する中で、生産指数が50を上回っているという状況となっております。次のページ移ります。今後の経済カレンダーでございます。今週分なんですけども、あんまり多くはないというところでございます。ただですね、来週 FOMC が開催されますので、ちょっと手がかりが少ないという感じかなというふうに思います。次のページに移ります。今後の決算発表でございます。決算の方もですね、おおむねですね、通過したというところで、パラパラと出ているという感じになっているかなというふうに思います。はい、それではですね、本日の、個別銘柄紹介といたしまして、ブロードコムをご紹介いたしたいと思います。9ページ目をご覧ください。どうぞ。はい、会社概要でございます。半導体やインフラソフトの設計開発供給を手掛けております。CMOS、双方型金属酸化膜半導体のデバイスを開発し、多様な仕向け先に提供しております。で、高利益率が見込まれる市場向けに製品開発に注力をしているという状況でございます。で、主な仕向け先といたしましては、ブロードバンド、ネットワーキング、無線ストレージ、産業用などに主に提供しているということでございます。次のページ移ります。第2から4月期の決算でございます。前年同期比の売上高ですね、 8% 増収となっております。で、調節済み1株利益が約1ドル以上ですね、増えているということでございます。調整済みの EBITDA ですね、こちら前年同期で 11% 増となっております。事業別で見ますと、半導体ソリューションズ事業がですね、 68.0 億ドルと 9% 増収ということで、全社を牽引しているという形でございます。で、足元に関しましては、AI に使われます先端半導体のリードタイムが長期化しているほか、 AI 関連製品が売上高の 15% にまで達しておりですね、目先ですね、 20% に上昇する公算であるというふうにコメントしております。ひとまずですね、 AI 関連の銘柄、半導体というのが需要が強いということを示唆しております。次のページに移ります。半導体事業の売上高推移でございます。そうですね、足元ですね、前期比で比べると若干ちょっと減少しているというわけなんですけども、先ほど申し上げました通りですね、 AI 関連ですねが強いというところが見られます。一方ですね、通信向けがですね、若干ちょっと弱めだというところがありますので、このような形になっているかというふうに思います。次のページ移ります。株価推移でございます。AI 関連の製品が好調だというところで、NVIDIA と同様ですね、急進しているという状況でございます。はい、それではですね、本日のマーケットトゥデイ以上でございます。ご視聴ありがとうございました。